1分前です。それでは皆さん拍手お願いします。カメラはスタンバイできてるの？よう来たね。プレイする人は何人おんのかな？はい、オッケーです。一人用でええの？ほな名前タイプしてくれる？でもガンでも偉そうに言いやがって、あのボケディレクターが。お茶の中に鼻くそ入れといたろ。21問コースと7問コースあるけど、どっちする？よっしゃ。はい、30秒前です。君の早押しボタンは B。 あー、キーボードの下の段の真ん中辺や。お腹減ったな。ディレクターも飯食わせっちゅうね。はい、20秒前。答えが分かったら早押しボタンを押してから、正解と思う番号をキーボードで選んでください。分かりましたか？はい、10秒前です。はい、デスクトップ消えます。はい、消えました。6、5秒前、4、3。新しい挑戦者が一人入ってきました。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはゴッホでも描けない。これは3万円の問題。かなり難しいな。時代をよう考えたらわかるはずや。間違ったらどつくぞ。炎の画家ゴッホが世界中を旅していたとしても、絶対にスケッチできなかったのは、パリのエッフェル塔、ニューヨークの自由の女神、大阪の通天閣、中国の万里の長城。通天閣。これ意外とね、新しいね。ゴッホ死んでからできてんね。吉本も持ってたよ。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは仲間外れ。これはなんと2万円の問題。最近旬な人らばっかりやけども、これある共通点があります。次のうち、うちなんちゅうでないのは誰？知念里奈、安室奈美恵、金城武史、キロロ。勝ったは間違いやな。これ正解は金城武史。うちなんちゅっちゅうのは、あの沖縄の言葉でね、沖縄の人のことですね。これ、あの金城武史は違うのよ。出身台湾やけども、あのなんちゅうの、お父さん沖縄で、お母さんが台湾の人で、そのハーフやね。だからうちなんちゅうじゃないっていう。うちなんちゅうね、え、うちなんちゅう。はい、カテゴリー、プロデューペンスメイケッダンス3。この問題のカテゴリーは、あなたにも反応が。これは2万円の問題。ちょっと難しいな。山田花子でも怒ることは怒んねやけどな。ゲイバーのママやニューハーフがどうやっても反応が出ない医学的反応は、フリードマン反応、ツベルクリン反応、ワッセルマン反応、ウィダール反応。ツベルクリン反応っていうのは、これ結核に感染した時の反応やね。これ選べへんとこがアホや言うね。正解はなんとこれ、フリードマン反応。フリードマン反応っちゅうのはやね、これ妊娠時に起こる反応のことね。これはもう女性にしか起きません。はい、カテゴリーを選んで。この問題のカテゴリーは、男前の子は男前。これは1万円の問題。簡単やね。芸能ネタやけどな。わかるかな？古谷一行が自分の息子に、もうバンドなんか解散しろと言ったら、亡くなるのはどのグループ？ドラゴンアッシュ、ブランキー・ジェット・シティ、ダ・パンプ、
マイリトルラバー。はい、答えをどうぞ。ドラゴンアッシュ。ドラゴンアッシュのボーカルのあの兄ちゃんは古谷一行の息子らしいんだな。これどうでもええけどな。はい、カテゴリーを選ぶ。あー、えらいもん選んだ。まあええわ。 It's time for Ticklish Casco。 バンザイヒアリングのカテゴリーはお殿様。5万円からのスタートです。制限時間は30秒。時間とともに得点が減っていきます。今から言う言葉によーく似た人の名前を当ててください。わかったらボタンを押してタイプして。汁や麺。お笑い界のカリスマ。洗い中の代わりに入った。今ハゲとるけど変なおじさん。よっしゃ、ほな答えてもらおうか。はい。この人知らんかったらお前かっこ悪いで。お前もう子供に大人気やで。お前志村志村言われてるやんか。志村後ろ志村後ろ言うて。それは昔やったっけ。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは力抜いていこう。これはゆうちゃんなんやけど1万円の問題。男性諸君、昔を思い出して答えてみよう。オールヌードのダイナマイトバディのナイスギャルを目の前にした童貞の男の子の体で今一番硬いところは。雰囲気、頭、歯、ポコチン。歯。どんな状態でも人間の一番硬いところは歯。下半身やったら足の爪。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは炎の男。これはなんと2万円の問題。きっとあなたのことは忘れません。ミスタータイガースこと故村山実投手の投法は次のうちどれ。ダイナミック投法、ウィンドミル投法、マサカリ投法、ザトベック投法。お前はどれを選んどんねや。これ選ばんかい。正解はザトペック投法。そうです、今でも目を閉じるとあの豪快なフォームが浮かんできますね。もう半身頑張れ。はい、カテゴリーを選んでください。 Here's why we hate number 8。 この問題のカテゴリーは信用が第一。これは2万円の問題。難しいな。問題から答えをまず想像してから選択肢を見るとわかるかも。次の銀行のうち実際にお金を預けられないのは82銀行、16銀行、114銀行、第一勧業銀行。16銀行。16銀行いうのは質屋さんのことを指すらしいやこれな。1たす6で質屋から。質屋。はい、カテゴリーを。 It's party time. Here comes number nine. この問題のカテゴリーはごっつい贈り物。これはなんと2万円の問題。あるものの名前を当ててください。わかったらボタンを押してタイプしてね。2人の女性がモデルになったらしいですね。贈り主はフランスです。英語を直訳すると自由の像という意味で、ニューヨークのリバティ島にもあるし、東京のお台場にも来ました。さあ、もうわかったでしょ。ほな行ってみようか。答えを入れたらリターンキー。自由の女神。クイズ番組の決勝地でも夢やったね。はい、カテゴリーを選んでください。
この問題のカテゴリーは偉大な人々。これは1万円の問題。簡単やね。はい、次の人たちに共通するある言葉を当ててください。松下幸之助、南春夫、川上哲治、桑原和夫。神様、お得意様、上様、お釈迦様。やっぱりあかんな、お前はな。全然あかん、根性なし。正解は神様やね。全員に共通すんのはわかる。まず経営の神様やろ。でお客様は神様です。おねこのおさんは何や、打撃の神様。最後がな、これ知ってるかな、みんな。こう桑原さん、吉本新喜劇でほら神様言うて、まあいまいちやねんけどな、こういうギャグ言う人や。さあ第一ラウンドが終わったところで、この調子で第二ラウンド行ってみよう。さあいいですか、第二ラウンドは全ての得点が2倍だけど、外したらその分減点です。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは正統派数学問題。これは6万円の問題。できるやつおんのかな。順番通りに当てはまるのは1、2、4、7、11、16、22、462、5149、29、37、10、29、37。この規則はね、1、2、3とこう増えとんねん。そういう増え方やねん。はい、勝った。この問題のカテゴリーはある1年間の記録。これは4万円の問題。まあそこそこかな。落ち着いて考えろよ。昭和63年は何日間あった。8日、366日、365日、7日。366日。そやな、ちゃんと考えたらできんねんけどな、ちょっとややこしいもんな。俺も全然分かれへん。はい、カテゴリー、この問題のカテゴリーは2枚舌どころじゃない。さあこれは4万円の問題です。これはタイプ問題です。問題をよく見て答えを打ち込んでください。ムカデの足の数だけ舌を持つ鳥は。はい、正解はモズ。漢字で書いたらムカデは100の足、モズは100の舌やわな。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは目指せ全世界野球。これは4万円の問題。まあそこそこかな。おい、こんなじいさん打てんのかや。このシーンにぴったりなタイトルはザ・サイハイミス・レオナルド・ダ・ピンチヒッター・ボケ老人。代打やねえ。何やこれ。レオナルド・ダ・ピンチヒッター。絵画や建築だけでなく野球の才能もあったとは。ダ・ヴィンチめ。はい、カテゴリーを。この問題のカテゴリーはほうき持ってきて。さあこれは4万円の問題です。簡単そうに見えんねんけどな。氷上のスポーツ、カーリングで使われる円形の石のことを何という。パック、キューブ、ストーン。そのままやんって言うたやろ今。みんな言うたやろ。言うたやろ。正解は知らない。そのままやん。寒いなこれ。はい、カテゴリーを選ぶ。この問題のカテゴリーはさあ立ち上がれよ。これは2万円の問題。ちょっと難しいな。歌謡曲より英語分かってないとちょっときついかもわからんな。西城秀樹の往年のヒット曲ヤングマン。この歌詞の中に出てくる YMCA というのは次のうちどういう意味。キリスト教青年会。これはね、
ヤングメンズクリスチャンアソシエーションの略やね、これ YMCA。 まあでも考えたら、まあ西城秀樹の歌とクリスチャン何も関係あれんけどね。秀樹分かってたんか。はい、この問題のカテゴリーは栄誉あるプレゼント。これは4万円の問題。まあそこそこかな。ほんま天才ってええよな。タイガーウッズがこれまでにもらったプレゼントで最も栄誉のあるのは何色のジャケット？金色。あ、マスターズの優勝のご褒美は緑のジャケット。俺もライバルとして嬉しいわ、ほんま。はい、カテゴリーを選んでください。よかったな、ええ問題選んだの。ほな、ディスワダット行こうか。このディスワダットのカテゴリーは歌って描ける人。はい、今から7つのこと。なんや、もうやり方知ってんのかいな。制限時間30秒。な、頑張って、張り切っていってみよう。浜谷津博、石井久一、ゆで卵、さだまさし、ばんばひろふみ、千秋直美、ラスト問題、沢内みちお。ベストセブン。何問正解ってあんた。浮かんでやってんじゃん。そうちゃん。なあ、まあまあええわ。ここで稼いだ点、総合得点に入れてみましょう。まあ、損するよりええか。ほな、次、行ってみよう。はい。この問題のカテゴリーは、本場で頑張ってます。これはなんと2万円の問題。空いているところに入る人物名は、野茂英雄、長谷川茂俊、柏田隆、伊良部秀樹、村上正則、マック鈴木、村上徹、ベートーベン鈴木、村上春樹、パンチョイト、村上庄司、ジョニー広瀬。これ選べへんとこがアホや言うね。正解はなんとこれ、村上正則、マック鈴木。これ日本人で大リーグのマウンドに立った順番やね。まあ、ちなみに長谷川茂俊は吉本興業やけどね。はい、スーパースター、ヨースペシャル。この問題のカテゴリーはパスポートを拝見。この問題はなんと6万円ですよ。6万円。海の向こうは別の国。海峡を渡るときにいちいち出入国の審査を受けるのは津軽海峡、間宮海峡、宗谷海峡、関門海峡。これを選べへんかったら間違いやな。これ正解は宗谷海峡。宗谷海峡っていうのは北海道の最北端とサハリンとの海峡やんな、これ。はい、カテゴリーを選んでください。ジャックアタックのコーナー。今から画面に赤と白の言葉が出てくるから関係あると思ったら早押しボタンを押してください。正解すれば2万円、間違えたらマイナスです。紛らわしいダミーもあるから気をつけることよう見といてや。この問題のヒントはこちら。ここから生まれました。
ったね、君は。君は素晴らしいね。 You don't know Jack。 お疲れ様でした。お前トップスコアやんけ。すごいすごいすごい。もしばっかりやりたかったら教えて。すごいすごいすごい。時に見られる反応やね、これ。ほら、男の、あのね、男の、ごめんなさい。誰も描かれていないリンカーン、大体に似合うなのも。犬やっつってんの。猫ってどうや。あ、ちゃうわ。そのままでよかったね。自活が合えへん。あ、自活。今から言う。あ、ごめんなさい。明けましておめでとうございます。あのね、はい、それがチューブの曲か、山下、あのね